サニブラウン・アブデル・ハキームは日本の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートル、200メートルでは日本歴代2位。60メートルでは日本体記録の保持者。福岡県北九州市出身。ガーナ人の父と日本人の母を両親に持つ。戸籍上の姓はサニブラウン、名はアブデル・ハキーム。名付けたのは祖父である。父親は サッカーの経験があり、母親は100メートルとハードルで全国高等学校総合体育大会陸上競技大会に出場した経歴を持っているアスリート一家であった。サニブラウンも子供の頃はサッカーに取り組み、ポジションはフォワードだったが、小学校3年生の時に母親からの勧めで陸上競技を始める。女西大学附属上祭中学校。 高等学校に進学し、クラブ顧問の山村隆彦の指導を受けるようになり、その年のインターハイ男子200メートルで準優勝をし、その約1ヶ月後の第69回国民体育大会100メートルに10秒45の高一最高記録で優勝。10月に行われた日本中にアリクジでは100メートルで10秒47をマークし、第3位200メートルでは、 高一歴代最高記録となる21秒09をマークし、並入る年上の競合を抑え優勝した。母親が熱心な総価学会員。本人の大会の結果やコメント、写真などが解放に掲載されている。2015年1月には東京オリンピック代表選手候補に期待される日本陸上競技連盟のダイヤモンドアスリートに認定された。 同年6月の日本陸上競技選手権大会は3着と、胴体向き差ありの100平方メートルくらい、2着と、胴体向き差なしの200平方メートルくらいであった。同年7月に、コロンビアのサンティアゴデカリで行われた第9回、世界ユース陸上競技選手権大会では、100メートル10秒28、200メートル20秒34とともに、 大会記録で優勝し、2冠を達成した。また2015年世界陸上競技選手権、大会日本代表にも選出され、男子200メートルでは、史上最年少で準決勝に進出し、男子400メートルリレーでも、予選で、サニブラウンを温存して、決勝レースでのアンカー起用の構想があったが、日本チームが予選敗退を喫したため、幻に終わった。 同年の国際陸上競技連盟年間表彰 IAF World Athlete of the r 2015にてライジングスターアワードを受賞することが発表された。2016年11月10日、2017年の周期からフロリダ大学に進学し、練習拠点もフロリダ州ゲインズビルに移すことを発表。2017年6月の 第101回日本陸上競技選手権大会男子100メートルでは予選、準決勝と10秒06をマークして決勝進出、当時の自己ベストを0秒10に縮めた。決勝では突然の雨の中、さらに縮めて10秒05のタイムで初優勝を勝ち取った。男子200メートル決勝でも20秒32の自己ベストで初優勝、末次慎吾以来14年ぶりとなる。 短距離2冠を達成した。同年8月の2017年世界陸上競技選手権大会男子100メートル予選では向かい風0.6メートルで自己ベストタイとなる10秒05をマーク組一着で準決勝に進出した。準決勝ではスタート直後にバランスを崩してしまい10秒28で敗退した。 男子200メートルでは史上最年少で決勝進出20秒63で7位入賞を果たした。同年9月からフロリダ大学へ進学。同年12月に行われた日本陸上競技連盟の年間表彰式アスレティックスアワード2017では優秀選手賞を受賞した。2019年3月。 NCWA 室内陸上競技選手権大会の60メートル予選で室内日本体となる6秒54を記録。決勝では6秒55で3位に入った。5月11日にアーカンソー州フェイエットビルで開催された SEC 屋外陸上競技選手権大会の100メートル決勝で日本歴代2位となる9秒99を記録して優勝日本人として 桐生義秀に次ぐ9秒台ランナーとなった。この記録により、日本人の男子100メートルでは、最初に2020年東京オリンピックの参加標準記録を突破した。6月6日、テキサス州オースティンで行われた、NCWA 屋外陸上競技選手権大会の男子100メートル準決勝で、追い風2.4メートルの参考記録ながら9秒96を記録。 翌日の決勝では9秒97の日本新記録を樹立して3位に入った。その45分後に行われた男子200メートル決勝では20秒08の日本歴代2位の記録で3位に入った。生まれ故郷の福岡県で行われた第103回日本陸上競技選手権大会では100メートルで大会新記録となる10秒02。 200メートルで20秒35をマークして2度目の短距離2冠を達成。2種目で2019年世界陸上競技選手権、大会代表に選出された。2021年8月の東京オリンピック、陸上男子200メートル予選では21秒41の2組6着となり、準決勝に進めなかった。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風。 タイは向かい風を意味する。太字は自己ベスト。歴代記録は当時。ありがとうございます。